この言葉は真理です。あなたの人生を変えることのできる言葉です。これは神様の心からの言葉です。神はあなたを愛しておられます。神はあなたが探し求めてきた父なるお方です。これはそのお父さんからあなたへのラブレターです。我が子よ、あなたは私のことを知らないかもしれないけれど、私はあなたのことを何でも知っています。あなたが座るのも立つのも知っています。あなたの歩み道もすべて知っています。あなたの髪の毛の数まで知っています。なぜなら私の形に似せて私があなたを作ったからです。私の中であなたは生き働きそして存在しています。なぜならあなたは私の子孫なのです。私は体内に形作る前からあなたを知っていました。私が天地を創造したとき、私があなたを選びました。あなたが生まれてきたのは間違いではありません。なぜなら、あなたの人生、すべての日々が私の書物に書き記されているからです。あなたがいつ生まれ、どこに住むのか、私が決めたのです。あなたは驚くほど素晴らしく作られています。あなたの母の体内で私自身があなたを形作りました。そしてあなたが生まれた日に私があなたを取り上げました。私を知らない者によって私は誤って伝えられています。私は怒って遠く離れているのではありません。私は愛そのものなのです。そしてあなたを惜しみなく愛することが私の心です。なぜならあなたは私の子であり、私はあなたの父だからです。地上の父があなたに与えることのできないものを私はあなたに与えましょう。天の父である私は完全な父だからです。あなたが受け取るすべての良い贈り物は私の手によるものです。あなたに必要なものはすべて私が整えあなたに与えます。私が計画したあなたの将来は希望に満ちています。なぜなら私は永久に変わらぬ愛であなたを愛しているからです。あなたに対する私の思いは砂浜の砂のようにあふれています。そして私は歌いながらあなたのことを喜んでいます。あなたに対して良いことをするのを私は決してやめません。あなたは私のかけがえのない宝物だからです。心を尽くし思いを尽くしてあなたを祝福したいと望んでいます。そしてあなたが理解できないほど大いなることをあなたに教えましょう。もしあなたが心の底から私を探し求めるなら私を見出すでしょう。私を喜びとしなさい。そうすればあなたが心から求めるものを与えましょう。あなたに求める心を与えたのも私なのです。あなたが想像する以上のことを私はあなたのためにすることができるのです。私以上にあなたに勇気を与えることができるものは他には誰もいません。私はあなたがどのような苦しみの中にあってもあなたを慰める父でもあるのです。あなたが打ちひしがれているとき私はあなたのそばにいます。羊飼いが子羊にするように私はあなたを胸に
抱き寄せます。あなたの目からこぼれる涙を私がすべて拭い取りましょう。そしてあなたがこの世で受けたすべての苦しみを取り去ってあげましょう。私はあなたの父なのです。私の一人子イエスを愛するように私はあなたを愛しています。イエスを通してあなたに対する私の愛が現れています。イエスを通して私の存在がはっきりと分かります。私があなたの敵ではなく味方であることをイエスは証明するためにこの世に来たのです。あなたの罪を決して責めないことを伝えるために来たのです。あなたと私が和解することができるようにイエスは死にました。イエス・キリストの十字架はあなたに対する私の愛そのものなのです。あなたの愛を手に入れるために私は愛する一人子を与えました。私の一人子イエスを贈り物としてあなたが受け入れるとき、あなたは私をも受け入れるのです。そしてあなたを私の愛から引き裂くことのできるものは一つもありません。私のもとへ帰ってきなさい。そこで今までになかったほどの盛大な宴会をしてあなたを迎えましょう。私はずっとあなたの父であったし、これからもずっとあなたの父です。あなたに尋ねたいことがあります。私の子供になりませんか？私はあなたが帰ってくるのを待っています。全能の神である父より。